はい、もう始まってるので、田中さん、あんまり反社会的な発言しないで。すぐ仕上げしちゃうから。すぐしちゃうから。いいですか？はい、はい。はい。ちょっと配信ができるかどうかの確認しています。できてます。花粉症は皆さんないですか？すごい花粉症です。あ、びっくりした。嫌なループですね。かからずして音声確認ができました。はい、音声確認チェック OK です。お願いします。お願いします。これはもうあれですかね、全世界に向けて、はい、全世界に向けて配信が始まっているということで、それじゃあ始めましょう。お願いします。はい、応援バラエティ文学しゃべるの会、今日は右輪さんスペシャルです。スタート。よろしくお願いします。お願いします。この番組はいつも田中がやってるんですけど、田中さん今日はね、田中さんそこにいますか？いるよ。反社会的なこと喋れなくなったんで、この番組の設定ができないという。はい、この番組は、書評家の永瀬海さんと一緒に文学の面白い話とか面白くない話とかをしていく番組です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。パーソナリティの、はい、書評家の永瀬海です。よろしくお願いします。じゃあ、ワンパンないんです。いつものあれはないです。あ、いつも、まあなんだろう、いつものは特にないです。準備悪かったです。ドキドキした。お菓子コーナーとかは、はい、お菓子コーナーちょっとあって。あとで、はい。はい。で、書生の武田です。この番組は、書生と名乗っていますけれども、はい、双子のライオン堂という本屋をやっている店主です。よろしくお願いします。はい。武田さんです。はい、で、今日は、スーパーゲストが一人来ていただいています。まあ、ちょっと後で、まあ、自己紹介していただきますけれども、この度ですね、一人出版社、図書出版右輪を立ち上げた、堀郁夫さんです。はい、ありがとうございます。それともさっきよろしくお願いします。なんかたどたどしい流れが無理。はい、じゃあね、今日のお菓子、今日のお菓子コーナーです。今日は、いつもおなじみの伊藤ケージなってないけど、当店のスポンサーの伊藤ケージから大丈夫ですか？ジンジャークッキーです。ジンジャークッキー、おはい、あげる。ありがとうございます。あげる。ありがとうございます。じゃあ田中さんにもあげる。はいはい。なんとジンジャークッキーはジンジャーが入ってるみたいです。なんと、メロンパンにはメロンほとんど入ってないの。そうなんだよねえ、名実ともに長体を表しているクッキーです。それじゃあですね、田中さんが食べています。田中さんにじゃあ感想を聞いてみましょう。田中さーん。ザうまい。あ、本当によかった。うまいが、これは手上がりる。あ、本当に、まあそれはしょうがない、そうだってクッキーだから、ね、でもね、本当にジンジャークッキー、どんなクッキーなんですかっていう、やっぱり僕はね、やっぱそういう取材根性があるんで、はい、また聞いてきたんですね。前回も聞いてくれてましたもんね。ジンジャークッキーはジンジャーが入ったクッキーですっていうことを言ってたので、僕は何も間違ったことを今言ってないですね。はい、ビスケットって書いてあります。あ、そう、ジンジャービスケットだ。ジンジャービスケット。え、ご情報、クッキー、待って、クッキーとビスケットってのは違うのか？違うんじゃないですか。名乗ってる方が正しいでしょ。本当に多様か、うん、クッキーとビスケットがどう違うのかについて、じゃあちょっと、でも村上春樹と村上龍ぐらい違うと思います。なるほどね。なるほど。一緒じゃないの。ちょっと田中さん、チャット GPT に聞いといてみてください。チャット GPT はすごいね。うん、チャット GPT はすごいよ。本当、もうどうやって学生にチャット GPT を使わせないかってことを俺は今すごい考えてる。あ、もう無理だよ。チャット GPT に聞いてる、うん、で聞いてる。なんだ、楽器使わないのみたいな。うん、そう、いや、あれは無理だよ。レポートで使っちゃうんですか。レポートでも絶対出てくるって、あんなの。うん、うん、で俺今スポーツ系のまあ、スポーツ推薦で来たね、スポーツ系の学部みたいなところで教えてるんだけど、で部活廃止論って、うん、についてね、部活を廃止すべきか廃止すべきじゃないかみたいなことをこう論文書かせたりするんだけど、
や、 やっぱだってもうね、あの部活廃止論についてどう思うか論ぜよってチャット GPT に言ったらもう模範解答バッチリ出てきたから、幅広いについてはいくつかの説があります。そうそう、代表的なものを紹介したいと思います。そう、ほんとね、ちょっと困っちゃうね。はい悩み悩みの講座提供のお悩み講座でした。はい、はい、というわけでですね、今日はあの堀さんに来ていただいております。まあですね、あの皆さんあのもうね、すっかり堀さんのことはご存知だと思うんですけども、一応ね、あの念のため、はい、念のためもう一回、あの、はい、万が一知らない人がいた時のために、堀さん堀郁夫とは何者なのかということをちょっと聞きたいと思うんですが、今回ですね、図書出版右側が立ち上がったのが今年の1月ですか？最初の本出したのが2月だけど、会社としては一応12月末から。12月末から。で、最初の本がこの黒川荘の世界を文学でどう描けるかっていう、本ですね。はい。ストカードもあります。はい。テンション上がって作っちゃいました。はい。わかります。ですね、まあ、黒川荘、まあ、ちょっと後でね、まあ、黒川さんのこの本については後でまあ、ちょっと紹介するんですけども、やっぱ黒川荘って、ね、もう僕も学生時代からずっと読んできたし、本当ね、ずっとその、まあ、いわゆる戦後思想と、まあ、戦後文学みたいなものを、まあ、正当に引き継いでいる人だと思うんですよ。で、だから、その、一人出版社を立ち上げて、まあ、黒川荘のような、ある程度、こう、名のね、通った、小説家の本を出すっていうぐらい、まあ、なんだろう。まあ、ある種、その、なんつったんやろな、オルタナティブっていうわけでもない、そのオルタナティブ、完全にそのインディー路線ではない、インディー路線ではない、はい、まあ、ある種のその文、出版界の、今までずっとこう出版界がやってきたことを自分、お一人でやろうっていうふうな形で始めているわけじゃないですか。なのでまず堀さんがじゃあその、まあ、今回右側を立ち上げる前に一体何をしていた人なのかっていうのをちょっとご紹介いただいてもいいですかね。はい、了解です。まずは弁政、まず弁政ですね、まあ、弁政なんだけど弁政出版っていう出版社ですよね。少しもう少し遡ると、多分大体同世代だと思うんですけど、ここにいるメンバー、大学時代にあいつめっちゃ若いですよあいつめっちゃ若いですよ入ってもらってもらって20代ぐらいです、そうだ。でも32歳ですからね。ちょっとマジで？マジで？ちょっとそれショックだけど、まあいい。はい。はい。そうか。それでって言うと、僕1983年生まれで、大学に入った時に書店でアルバイトし始めたっていうのがすごく大きくって。で、本屋でアルバイトしながら、まあ、大学の授業出つつ、もう少し言うと大学の授業出るよりも、そのバイト先で見つけた本を読んでる方が面白くて授業をサボってみたいな学生生活だったので、まあ、何にしても卒業したら本に関わる仕事に就きたいなっていうのは大学時代から考えていたところはありました。で、一応まっとうに就職活動はしたんだけど、内定決まったのに留年して、内定取り消しになるみたいなことも、まあ、まだね、なんかそれが許されたというか、そういう、まだそれがなんかありだった、牧歌的な時代とは言えるんだけど、っていうこともあった時に、もうなんか散々遊んできた自分がこれからも何か飯食ってく、仕事に就くってなった時に、本武器にするしかないなっていう、なんだろうな、こう憧れの業界に飛び込むっていうよりも、この業界じゃないと俺多分もうやってけないわって追い込まれて、そういう出版関係だったり、また書店とかも含めて本絡みの仕事に就けないか必死に探したっていうのが最初のスタート時点ではあって、それ内定もらったところは別に出版関係ではないと。出版取り次ぎの大手です。ああ、なるほどね。はい、今となってみれば、行かなくてよかったなって思わなくないけど、まあ、そこら辺はともかくとしてね。で、それで、在学中にアルバイト探してた時、たまたま募集してたのが弁政出版で。で、弁政出版でアルバイトから入って、で、社員登用されたっていう形になる、アルバイト1年、そこからフリーターみたいな感じで、1年やった上で、社員として雇ってもらって、12年ぐらい。最初は営業部。あ、営業部。だから、結構回りましたよ、書店。で、そこから編集に移るんですね。まあ、そんなに大きいこう規模の会社ではない分、他の同僚も含めて、もうぐるぐる回っていくような環境ではあったかな。
企画とかを出したりするっていくみたいな感じなんですか、うん、徐々に、うんうんうん、その営業回りした先であの大学の先生たちに本を買ってくださいっていうふうにしてたから、うん、そこでなんとなく仲良くなって、どの手紙もできて、じゃあ今度書きませんか、書きましょうみたいな、 あとはこっちから持ちかけてないけど、あの実はこういうのがあってって企画もらったりとか、うんうんうん、っていうのでどんどんその編集の仕事もやるようになってっていうのが弁政、うんうん、弁政時代。あの僕は、まあ、あの堀さんを弁政時代から実は存じ上げておりまして、あのっていうのもあれですね、最初あれだ、あの書籍流通、そうだ、うん、あのアジア遊学っていうちょっとアカデミックな、うん、あのシリーズが、弁政から出て、うんうんうん、今も出ている、出てます、出ているんですけども、そこであの僕に翻訳の依頼をいただいたんですよね、うん、多分河野紫苑先生が関わっていて、で河野紫苑あの上智大学で比較文学だったり、また翻訳論とかですね、あの、うんうん、で河野紫苑さんがその関わっているそのアジア遊学の一つの本の中で、あのマイケル・エミリックっていうあの、うんまあうん、日本でも結構ね知られている、日本文学の翻訳者の人ですね、うんうんの論文を翻訳してくれって言われて、でそれを一緒にやった、うん、一緒にっていうか、まあ僕が堀さんが担当で、僕が、うん、昔は汗文とかで特集の人ですよね、うん、っていうのはありましたね、うん、でその時にそう堀さんとはまあもちろんメールでのこう、うん、関わりで、うん、あのこうやり取りして、でその後あの僕はアジア文学関係のこのなんだろう紹介とかに結構力を入れるようになって、うん、でチベット文学の星泉先生、星さんと知り合った時に、実はその星さんのチベット文学を手掛けているのが手掛け、あの堀さんだったっていうことを知って、ああなるほどねっていうふうな感じがあったんですね。あのなるほどねっていうのはどういう感じですか。まあいやなるほどねってどういうことですか。なるほどねっていう感じですよね。うんうん、でもやっぱりあの弁政出版の時にアジア遊学っていう雑誌があったので。結構文学に限らずアジアに対しての関心は強くなってて、うん、それこそ前回孟炎とか残雪の話ちらっと出たけれど、うん、あのぐらいの時期に、うん、あこういう翻訳出てるんだって興味持って自分でも読んだりとかし始めてた時期かな。でそういう時にあの普段はあんまり研究所がメインの出版社なので翻訳とかその小説を担当するっていう機会なかなかなかったんだけど、数少ないそういう企画としてチベット文学っていうのがあって、でポス先生と1年に1冊とか2年に1冊ぐらいのペースで仕事するようになったっていうのは大きかった、うんうんうん、あの星さんと僕もねあの親しくさせていただいてるんですけど、星さんがあの、ね、ことあるごとに言うのが、うん、あのまだアジア文学っていうのが全然こう世間にねあのこう注目されてない時に、あの堀さんと星さんで神保町を夜歩きながら、うん、アジア文学っていうものを作っていきたいんです僕は、うん、堀さんがすごい語っていた。そんなに熱くはなかったと思うけど、まあまあまあね、うん、夜明けじゃん、アジア文学というジャンルを僕は作っていきたいんですって。まあそう意識はあります、ね。はい、ですね、うんうん。それで弁政を離れて、うん、春陽堂に行かれ。はい。2018年かな、うん、に弁政出版を辞めて春陽堂書店っていう出版社に転職して、うん、まあ春陽堂書店も持ったこともないかな。今はだないな、表現が難しいな。まあ、もともともう、創業140年、そろそろ150年になるとか、有志二世出版社だけれども、うん、しばらく出版物出してない時期があって、うん、で、それを経て改めて会社として出版の本を作っていきましょう。出版社としてもう一回再スタート切りましょうっていうタイミングで、たまたま縁ができて、そうなんですね。春陽堂に移ってっていう経緯です。その2018年ぐらいのタイミングで、そうそう、あの春陽堂さんも新しい書籍もっていう手掛ける、うん、結構まあ全体にはリニューアルタイミングだったんですよ、うん、ウェブとかも強化したりとか、だから春陽堂ライブラリーっていうのが、うん、あれ、うん、あれもなんかその流れで僕こういうことやりたいからやりたいってえいやって、そうですよね、結構なんか自由にできる感じでもあったんですね、うん、自由にできる感じもあったかな、特に何もないから今、そう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 それが2018年、それが18年だったと思う、うん、ということは4年ぐらい春陽堂に行ってっていう形ですね。ちょうどその頃に、ね、取材していただいたりしたんですよ。
頃には出会い、オーナーをいろいろお話ししてきました。本当、立て続けにポンポンポンって3回ぐらい。イベントに来ていただいたりしたんですよね。川田さんとかのイベント、来年のイベントずっとゼミをやってたりとかしてた、その中で。あの、ね、堀さんの僕は魅力というか、いいところって、すごいところって、本当、なんだろう、もうどこにでもいるって。いや、あの、その、ディズニーランドのミッキーマウスみたいな、あの、一体何人いる、何人いるんだろう。一人とか。大丈夫かな。ミッキーは、俺、ウォルトに殺されるかな。ウォルトに殺されるかな、俺。そう、いや、でも、本当に、あの、ね、いろんな、週末のたびに、週末、学会が開かれるたびに、あ、堀さんいるわ、みたいな。そんなことない、そんなこと。だからなんか堀さんに用があるんだったら別に連絡取らずにとりあえず学会行けばいいかな。まあそれはちょっとわかるけど、うん。なんかのシンポジウムがありますよって絶対堀さんいるみたいな。この間もね、そう、つもりなかったのに使続けてた。前日に堀さんとお茶してて、で、まあじゃあ、あの、今度じゃあね、あの、YouTube とかやりましょうよみたいな感じで、じゃあ、また会いましょうって言った次の日に、別の、あの、神奈川であったシンポジウムのところに、僕がお客さんで行ったらいて、で、いやー、すごいなと思って、いろんなところに出没すんな、この人って。それを確認してるってことは、中井さんもいろんなところに出没してるってことだね。僕はちょっと若干、ちょっと、あの、仕事というか、オフィシャルな感じで、はいはいはい。そうそうそう。そう、いや、でも確かにこんな、ね、こんなって自分で言うのもあれですけど、うちのお店でやってる結構細々とした勉強会とかにも、いやいやいや、そんなことないし、でも多分なんだかんだ本は好きだし、はい、そういう情報は日々なんかもう無意識レベルで探してる分、なんだろう、そのイベントに参加する前から赤坂に双子のライオン堂っていう書店があるっていうのは把握してて、ただあの入り口に立った時に入りにくいなと思って一回スルーしたこともあったし、そうなんだ。っていうのがあった分、あの、やっと入れる喜びも、あの時はあった。いや、だからね、堀さんを見てると、やっぱり、編集者って、ね、編集者の素質って何かっていうのは、すごい僕は、なんかこう、堀さんは語らないけど僕は感じるっていうか、やっぱ、アイディアとか、その、なんだろう、こう、その文章がどうこうとか、それだけじゃダメなんだなって、やっぱ思うんですよ。やっぱその、ね、実際に自分で足を運んで、で、そこで著者に会って、で著者とあの親しくなって、そこから関係づくりを始めるとか、そういうことっていうのをすごくだって意識的にやってるわけでしょ、きっと。いやー、意識的ではないですよ。むしろそこら辺は、こう、性格みたいなレベルで。すごい。人に会うのがそんなに苦じゃないというか、むしろ興味持ったらその人に、あ、会いたいって思って会いに行くんですよ。いやでもなんかその編集者っていう話にすると、むしろ面白いなって思うのは、どうしてもそのそれぞれの性格が最終的に出来上がった本にどうしたって反映されちゃう仕事だなとは思っていて、だからなんて言うんだろうな、こう正解はないというか、すごい人付き合いが苦手だけど、なんだろう、で直接会わなくてもメールのやり取りだけはすごい緻密な人がいるとしたら、それはそれで多分いい本は作れるし、だからそれが面白いなと思うし、それがこう怖いなと思う、なんか自分のいろんなものを切り売りしなきゃいけないみたいな、全部見えちゃいますよね。そうそうそう、そんな気はしますよっていう、しんどさみたいなのもあるけど、まあそういう仕事なのかなとは思います。で、新王道を、4年で、まあ、3、4年、うん、3、4年で離れて、で、右輪を立ち上げるっていうことだと思うんですけども、はいはい、まあね、だって、雇用される側から、一人で出版社を立ち上げるっていうのは、なかなか勇気がいることだと思います。特に、だって今もう、ね、こういう業界にいる人間として言いづらいというか、まあ、だからこそ感じることですけど、ぶっちゃけ社用産業じゃん。まあ、社用産業で。でしょ？厳しいじゃないですか。で、そんな中で、まあ、なぜ出版社を一人で立ち上げようと思ったのかっていうことを聞かせていただいてもいいですか？まあ、それはやっぱ武田さんみたいな人見てきちゃってたから。あっていうのも、でもそれはなんかこう、ちょっと冗談めかしたけど、半分以上はやっぱり本気で、はい、悪影響ですね。いや、本屋さんも含めてやっぱりこう一人でやりだしてる方たちが増えていて、まあ、もちろん出版社は出版社で一人でやりだしてる人たちが増えていて、そういうの見た中で自分がこれからどうやって生きていこうって考えるときに、まあ、やっぱりいろんなこう今後の生き方のモデルとして見てたところはあるので、そういう意味でいいやって飛び込めたっていうのは一つと、あとは社用産業っていうのもあるけど、
ちょっとその自分が立ち上げたって話と ずれた話をすると、春陽堂で仕事してる時に漫画関係の、うん、会社との人と少し会って話をする機会があって、うんうんうん、その時にすごくこう衝撃だったっていうかショックだったのが、その漫画絡みの会社ってやっぱり今儲かってるし、はいはいはい、予算も大量に投下されるし、うんうんうんでそこで働いてる人もとにかく大変そう、いつも忙しそう でもその人とこう話をして、そこまで忙しくなくても、まあ、自分は自分なりに本を作って忙しく生活をしてて、で向こうも忙しく生活をしてて、まあ、お互い忙しいですよねって言い合うんだけど、向こうの忙しさは彼ら彼女らが忙しく働いて何かを作った対価が莫大にある。だけどこう表現悪いけど、僕が今一生懸命やってる この本を世に送り出して生み出す対価っていうのが、そこと比べた時にやっぱどうしたってその収益利益みたいなところで大きな差があって、だからなんて言うんだろうな、そういう莫大なお金を生み出せるもののために忙しく働いてる人たちって、あ、こんな生き生きしてるんだって思ってしまったというか、もちろんそのお金が全部じゃないんだけれども、なんかこう自分はこう経験したことがない出版バブルの頃の出版業界も多分こうだったんだろうなみたいな目で見たところがあって、じゃあそう考えた時に今の出版業界、特に文字物あの文章系の本を出すような出版社って今やっぱりどんどん厳しくなってるけど、じゃあその厳しい状況で今出来上がってこうひいひい悲鳴が上がってるシステムにそのまま居続けるよりは、身の丈に合ったというか、自分が作る本が作ることができる本が適切な、にとって適切なサイズの会社を作った方が、健全だなって思ったところもあるかな。その会社が設けたルールだったり、もう少し言うとその少しでも本が売れるために、自分が抱えているものをこういろいろ手を変え品を買うやる。っていうことの楽しさはもちろんあるんだけど、それよりももう少し作るものにとって一番いい形で本を出したいって思ったのが大きいっていうとちょっとかっこすぎだけど、なんか今の出版業界っていうのはそもそも無理してるって思っちゃってる。だったらそうじゃない形で自分も食っていけるし、その本に関わる人たちも食っていけるし、で読んだ人が喜んでもらえるものを作りたいっていうのは、ってことは考えてますね。つまり、まあ、やりたいことがあって、でもその現実的なその採算とかがあると、でもそれが会社の中にいるとやっぱりどっちもかなり厳しい目で見られてしまうわけじゃないですか。でそれをそのかなり厳しい目で見られている中で何かしらいろんなことを諦めなきゃいけないっていうのが、まあそれは別に出版界だけじゃなくて会社員だと思うんですよ。でそれをやっぱそういうしがらみを一度自分で壊したいっていうか、そこから離れたところで自分のやりたいことと生産というものをこの採算性ってものをかなりこう自分の力でこう結びつけたいっていう思いで一人で立ち上げたっていうことですよね。大きかったかね。あとはやっぱり売るところまで含めて全部やりたいっていうのも大きかった、はい、作ったからあとはお願いって、良くも悪くもセクションが分かれてると、なんだろうな、やりたくてもやりにくかったり、それは向こうの仕事を奪っちゃうことだからって遠慮してるところもあるから、それも含めてやれるようにっていうのはありました。ただとはいえ、そのやっぱりその一人で、まあ競合他社がわんさかいる世界に殴り込みに行くわけじゃないですか。はいはいはい、その時に、まあじゃあどういう出版社を立ち上げようと思って右側を作ったのかっていうのを聞かせてもらってもいいですか。まあなんかもうこれは一人の読者として理想の本って、まあいろんなところで言ってもいるんだけど、まあ普通に小説でも研究書でも論文書でも何でもいいんだけど、その本をずっと読んでて、その本をパタッと読み終えて本を閉じて顔を上げた時にこう目の前の風景がこうこれまでと違って見える本、つまりそれだけこう自分のなんだろうな価値観みたいなのを変えられる本っていうのが自分にとって理想の本なので、だから文学だとかそういうジャンルはあんまり考えてなくって、究極そういう本をいっぱい作りたいっていうのが根本にはあります。ちなみに右輪っていうお名前なんですけども、はい、これ右輪はなぜ右輪なんですか。これはね、何かこう
境界線をイメージするような言葉を会社名にしたいっていうのは漠然と考えてて、でもいろいろ考えた時に例えば漂流者とか考えたんだけど、はいはいはい、これから出版社作ってビジネスやってくる漂流するわけにはいかないよなとか。確かにそうです、ね、あれが漂流者ですよね。川崎、川崎さんの名前、下の名前かんで、同時に作ってた人、川崎翔平さん、ライターの、うん、あの人がの漫画に出てくる、なるほどなるほど、漂流者だった気がする。なるほどなるほど。でまさにそういうなんかもうふわふわした会社みたいなあれです。とかも考えて、いろいろ考えたときに、たまたまなんですけど、僕の父親が、はい、今漁師をやっていて、もともと釣り好き で好きが高じて、うん、中古の漁船買って、今魚の漁師ですね。そうですよ、はい、それ、うん、漁師で生計を立ててますか。まあまあある程度もう引退したぐらい、まあまあ、するぐらいの年齢なので、で老人飛びみたいな世界で、まあ漁師やってる父親の船が右は丸っていう船があって、でいろいろなんかこう会社名どうしようとか考えてる時に言葉が浮かばなかったんだけど、うんうん、そうだ親父の船右は丸じゃんって思い出して、で右はってことは言います、うん、で言葉の意味としてはその陸地と水辺のその境界線みたいな意味だし、うんうん、お右はでいいじゃんって、で決めたんだけど、うん、右は書店さんっていうのがすでにあって、うんで、それでちょっと右割ったことは使いたいんだけどどうしようっていうのを葛藤は少しあって、被っちゃうとね、大変なこともありますからね、面倒くさいこともあるでしょうし、それのベースボール系の本とか出してる、はいはい、やっぱり多分一人でやられてる出版社さんって、でそういうところもあるから悩んだんだけど、最終的にまあ頭に図書出版ってつけて、でまあひらがなで右割ってやれば、まあ許してもらえる範囲じゃないかなっていうので、ここに行き着いたっていうのはある、それで図書出版ってつけてた、ね、図書出版ってつけた、うん、まあね、文芸春秋と春秋出版ってやつ、ね、春秋社かな、春秋社、朝日出版と朝日新聞出版、そうですね、朝日出版ってやつは全然全然いいでしょ、まあまあまあ、いやでもそれでその父親に親父の船の名前会社名にするからって、おおおおって、まあ別にいいとも何とも言わないんだけど、おおおって言ってるから、まあよっとしようと思って、うん、嬉しいじゃないですか、社名にするって決めて、うん、まあ母親とかは、いいのそんな名前、うん、本の名前になるんでしょみたいに心配されたけど、まあ、まあいいやと思ってつけて、はいはい、じゃあこれでやるわってなって、しばらく経ってから、弟から電話かかってきて、うん、でまあ普通に世間話だったんだけど、うん、そういえば兄ちゃん、会社の名前右側に住んだって、うん、おおそうそうって言ったら、なんで親父の船右は丸っていうか知ってるって言われて、知らなかったんですよ。ああ、でもその僕の姉の名前がテイコって、ひらがなでテイって書いて子供の子の名前なんだけど、こんなこと言っていいのかな、まあ、でそのテイコのテイっていう字が本当は三髄に蝶って書いて右はっていう感じでテイコってしたかった、ただ当時人名に使える感じじゃなかったみたいで、それでひらがなにしたらしいんだけど、その姉ちゃんの名前から船の名前をつけたと、女性の名前つけるとね、そう船はね、で、って聞いてたから、ああでもあれ姉ちゃんの名前でしょって言ったら、まあ、姉ちゃんの名前なんだけど、母ちゃんも知らないことがあって、これいいのかな、まあいいや、母ちゃんも知らないことがあって、実はその父親が中古の船を買うときにお金がなくて、はいはい、姉に借金したらしい、で借金する代わりにってわけじゃないけど、はいはいはい、要するにその命名権というか、ネーミングライツの結果、野球場みたいな、そうそう、結果ミニワマルっていう船なんだっていうのを弟が聞いて、もうこっちは社名にしちゃったし、書類出しちゃったし、帰らんないし、だけど別に姉からお金もらってないと思いながらも、まあまあいいや、QVC スタジアムみたいな、そう、キッコーマン、バンテリン、ね、名古屋ドームがね、バンテリンドームになってますけど、っていう由来もあるけども、まあいろいろ紆余曲折あって、こういう名前に、意味としては、意味としては、回転というか、なるほどね、でもいいですね、そんな、だってその境界線とかね、そういう意味がこもった、出版社の第1弾ですよね、これ、1冊目ですよね。そして、まあ、黒川荘、世界を文学でどう描けるかという本が、まあ、出ました。これは、なぜ、その第1弾として黒川荘さんに、お願いしようと思っていたんですか？そもそも読者としてやっぱりファンだったんですよ、で特に東日本大震災があっ
って、だから12年経つのか、うん、東日本大震災があって、こうで僕今言ったその父親っていうのは水戸のお笑いで漁師をやってるんだけど、うん、やっぱその震災の時に津波で船が壊れたりとか、あとあの放射線量の問題でその釣った魚が出荷できないとか、うん、そういう状況にもなっていて、うん、その時にすごくこう自分が抱えたモヤモヤとしたものを、うん、黒川さんの小説読んだ時にこうちょっと言語化されたというか言葉にされた感覚がすごくあって、今ちょっと品切れになっていつかこの世界で起こったことっていう連作短編集があって、それ読んだ時からまずあの黒川さんの一ファンだったっていうのは大きくて、で弁政出版の時にその読者として好きだったんだけど、春陽堂に転職してからたまたまあの会って企画の相談ができる機会があって、でそこでこういうことを書いてもらいたいっていう話をして、うん、まあやってみましょうって引き受けていただいて、うん、でそこから1年間、うん、ウェブマガジン上の連載の担当するようになって、うん、そこでこう一緒に仕事する中でもともとファンだったけど、うん、よりこう感化されたりとかこの人の本をいろいろ出したいなって思うようにはなっていって、うんうんうん、でそういうふうにつながりができてたので、うん、できてたし、あと黒川壮さんってあの編集グループ手話って、うん、もう長年一人ではないんだけど、うん、家族での出版社もずっとやってる人なので、うん、春陽堂で働いて、うん、春陽堂で黒川さんの本出しながらも黒川さんにいつか自分を独立しようと思ってるみたいな話もしていて、うん、でいざ決めましたって時に辞めて立ち上げます、うん、でできれば最初の本、うん、黒川先生に出したいですっていうふうに言ったら、うんうんうん、OK してくれて、で書いてくれたっていう流れです、ね、うんうん、そうですね、春陽堂から黒川壮さんの、うん、過去の作品をまとめたシリーズと、あと、黒川さんのあれは書き下ろしですかね、書き下ろし、そのウェブマガジンに連載して旅する少年っていう本で、そうですね、旅する少年という開講録というか、はい、うん、自伝的なエッセイですよね、うんうん、が出ていて、はい、あれは堀さんが手掛けられたお仕事ですよね、うん、うん、なるほどな、うんうんうん、これ書き下ろしです。最初はすでに発表した文章をいくつかまとめて一冊の本にしましょうって言って話をしてたんだけれども、うん、黒川さんの方からある程度最初の一冊だし、いきなり分厚い本出しても多分制作費含めて大変だろうからで、これを一冊にまとめましょうって言ってたうちの一つ、世界文学の構想っていう前に発表してた文章を2008年にスバルで発表したやつ、それに世界文学っていうものがシリーズとして川出から全集が出るところに黒川さんがスバルで発表したやつ、でその文章をもうかなり大幅に加筆修正、うん、本当にこの本の一部分がその時の文章ですっていうレベルまで書き足してもらったのがこの本なんですね、うんうん、やっぱりね、その右輪というね、その境界線がどうこうという話があって、うんうん、中でその中で黒川さんというのはすごくぴったりくるじゃないですかっていう話を今さっき僕したんですけども、はい、っていうのもやっぱり黒川さんって本当にそのなんていうのかな、歴史の網の目からこぼれ落ちているものっていうものをどういうふうに解像度を高くして捉えるかっていうことを小説の中でずっとやり続けている人だと思うんですよ。例えばイカロスの森、この世界を文学でどう描けるかっていうもののちょっと説明をすると、これは黒川さんが、2000年に、うん、サハリン、カラフトを訪れた時の、ことを思い出して、であの時に自分が見てきたもの、あのカラフトの、例えば、ユジノサハリンスクとか、うん、あとは、もっと北の方にも行きましたよね、オハとか、オハは最北ですね、このサハリン、カラフトのね、そういう、この、要するに黒川さんがここの、いわゆる北方領土と言われる部分をご自身で、回って
来られた、うんうん、でその時のことをまあ書かれている中で、そのそこからその自分にとって一体世界って何なのかってことをまあ書いているわけなんですけども、うん、これで実はあのイカロスの森っていう黒川さんが2000何年ですか、あれがね2001年か2002年、そうですよね、うん、2001年か2002年に世界森で書かれた、中編小説、うん、あれ自体が実はそのサハリンを黒川さんが、黒川さんといえば語り手がサハリンに、うん、訪れて、でそこで死の湖、死の湖っていう、うん、死の 黒の湖っていうものをあの見つけるとか、うん、そういう話なわけなんですけども、あれもいわゆるそのサハリンという、僕たちは名前だけは知っているけれども、うん、そのサハリンという土地に一体何があるのか、つまりその世界の輪郭の中では、例えば日本 あの輪郭の中では北方領土という形で上の方にあって、うん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 、ほとんどその、まあ、境界線ギリギリのところにあって、あんまりその中心として捉えられない、うん、でもそういう中心として捉えられない、それこそ世界に一体どういう人々が住んでいて、そこではどういう、その世界の中にどういう世界があるのかってことを物語の中でこう考えるように書いていくっていう作品だったと思うんですよ。でまさに黒川さんはイカロスの森でそういうことをしていたわけで、で今回のこの世界を文学でどう描けるかっていうのは、いわゆるあの時の小説の、まあ、裏話的なものにはなっているわけですよね、うんうんうん、つまりあそこで取材としてね、取材で、サハリンを訪れた時に自分が行ってどういう人に会ってどういうものを見てきたのか、うんうんうん、でそこで何を感じたのかっていうことが、エッセイとして綴られているものになっています。でその中で、さっきお話があったその、世界文学の構想っていうあのものとちょっと接続していって、うんうんうん、ゲーテですよね、ゲーテの世界文学って初めて歴史上言葉にしたのはゲーテなわけで、そのゲーテの世界文学っていうものが一体自分にとってなぜ違和感を覚えさせるものなのかってことを、まあ、接続あのそこのその旅の記憶と接続して、まあ、語っていくっていうこと、っていうものが書かれているのがこの世界を文学でどう描けるかなわけで、あのさっきの話に戻ると、その右輪っていう境界線と黒川さんがずっと境界線って一体何なのか、あの国境って一体何なのかとか、そういったものをあの考えながら、その僕たちが当たり前だと思ってきた世界の輪郭を変容させるっていうことを黒川さんは小説家としてずっとやってきた、うんうんうん、そんな小説家の作品を最初に出すっていうのは、なんかね、あの右輪っていう出版社にとってすごくふさわしいものなのかなって今僕はお話を聞いて思いました。いやもう本当に、ね、願ったり叶ったりというか、うん、出来すぎなぐらいだと思っているし、最初に原稿届いた時はやっぱ、うん、震えたというか、うんうんうん、あもうこれを自分の会社の一冊目にできるんだっていうのはすごく、うん、喜ばしかったし、こう背筋も伸びたしっていうのはありましたね、うんうんうん、でその境界線っていうので言うと、まあ、いろんなその境界、それこそ異なる国籍の人たちが同じ空間でどういうふうに生活するのかみたいな、中心じゃなくて辺境に行けば行くほど、中心から離れれば離れるほど、うん、マージナルな要素ってどんどん広がっていって、うんうんうん、じゃあそのマージナルなところを描くことっていうのがどういうことなのかっていうのをずっと考えながら小説なり文章なりを書いてきたのが黒川さんなのかなとは思うので、そういうのは面白かったのと、あとその A でもない B でもないみたいな話で言うと、僕旅する少年もそうだし、今回の世界を文学でどう描けるかもそうなんですけど、文学として面白いなって思ってるのがすごくあって、つまりその創作、フィクションとノンフィクションの境界みたいなのもすごく感じているところがあるんですよ。で旅する少年っていう本は、自分が過去に旅した時に撮った写真だったり、切符とか、自分が残してたものを元に文章を書き起こすっていう本だったんですけど、それってなんかこうある種小説じみてくるというか、本人としては昔経験したことを再現するっていうつもりで書いてくんだけど、どうしたって記憶で忘れてることはあるし、どうしたってものはあるけど、これとこれどういうつながりだったのかっていうのは思い出しつつ、最終的にはもう想像で結びつけるしかないっていうことも出てくるので、でもなんかこう一応建前としては回想期、まあ、もっと言えばそのノンフィクションっていう形で刊行はしてるんですけど、なんかどうしてもこう小説らしく読めるというか、文学らしさみたいなのがどっちの本にもあるなと思いながら編集はしてます。そうですね、やっぱりあのこのね、この本自体も、まあ、2000年のことを思い出して書かれるわけなんだけれども、会話がやっぱりすごくビビッドなんですよ。でこの僕はやっぱあの読みながら今お話しされていたことをすごく感じて、やっぱり
これはもちろんノンフィクションとして、うん、エッセイとして回顧録として書かれているんだろうけれども、うん、でもだってこの会話自体はおそらくその黒川さんが思い出して今思い出して ある意味ではフィクションとして書かれているもの、フィクションという言い方が強い、うんうんうん、ちょっと強いかもしれないけども実際にその時そういう会話を一言一句したかっていうとそれはまあかなり怪しいわけじゃないですか、うんうんうん、ただそれをやっぱり文字にしなきゃいけないわけでその時にじゃあノンフィクションとフィクションって一体何なんだろうっていうことがやっぱり問いとして浮かび上がってくるわけですよね。でそういうところの境界もね、まさしく境界に立ち止まりながら黒川さんが書いているような本だと思います。うん、本当にあの黒川、僕はやっぱ黒川さん、黒川荘っていう小説家の作品はすごい好きで、うん、あの黒川さんっていうのはそのやっぱり物語を書きながら、あの僕あのすでに自分何か問いがあって、でそれ問いに対して自分がもう答えを導き出している、だからそこでそこから小説を書くってわけじゃないんですよ。黒川さんの小説っていうのはいつも自分を書きながら考える、何か最初に問いがあってその問いに向かって書きながら答えを自分で考えていくっていうのがその創作のその小説の中でそういうふうなあのことをやっているわけなので、だから一体どういう答えが出てくるかっていうのは黒川さん自身も分かってないような、うんうんうん、そういう書き方をしているんですよね。これは僕はやっぱこういう書き方すごくやっぱ好きで、あの何かねテーマがあって、であのこういうことについて考えるのが今の文学ですよっていうふうに何か押し付けられて、うんうん、でじゃあ僕はこのテーマについてはこういうふうに考えます、じゃあそれを小説にしてみますとかではないんですよ黒川さんっていうのは。あのそれはもうね、自分にとってその問題って一体何なんだろうってことを小説の中で考えてる、その思考の過程がすごくわかる、うん、そういう小説家だと思ってるし、だからこそこういう風な形でサハリンっていうほとんど人が訪れた、ね、日本あの内地の人が訪れたことがないような土地で、うんうんうん、自分が何を感じたのかってことを非常に大事にしている、うんうん、でそこでやっぱり見るものっていうのもやっぱ新鮮なものなわけじゃないですか、実はその戦後取り残された、ね在日朝鮮、まあ、在日というか、まあ、朝鮮、うん、あの出身ルーツを朝鮮に持つ人たちだったりとか、そういう人たちっていうのが一体なぜそこにいるのかってことを、まあね、検証していくような本になっていて、うんうんうん、ぜひこれは皆さん、本当今ウクライナロシアでこういうことがある中でなこの本を読むっていう意味っていうのは非常に重要なものとしてあると思うので、ぜひ読んでいただければなと思います。はい、という形で、ね、あの右は出版立ち上げおめでとうございます。ありがとうございます。すいません長々といただいていまして、しくじに返させていただいて、はい、ぜひね、あの皆さん、あの堀さんの、今後のね、今後のこの本もそうだし、今後出る本もできっといくつか、はい、どういうライン、あの、まあ、全然あの具体的なじゃなくて、うん、こういう本作っていきたいなみたいなのあるんですか。やっぱり自分が好きなので、うん、ある程度文学に関わるものが多くはなっていくだろうなとは、小説とかもあり、小説も含めて、うん、厳しいところですね。でも厳しいところなんだけど、多分さっき の, その出版業界の傾向の話になるけど、はいはい、例えば文芸誌って散々出てて、はいはい、文芸誌を自分が一から作るってやってるけど多分かなり大変だと思うんですよ。でもその文芸誌は出ていて、でも出版業界厳しいから、うん、あの本になってない小説っていうのは今5万とあると思う、うん、文芸誌に載ったけれども本にな単行本になってない小説、うん、そういうものの掘り起こしみたいなのは、意識的にやりたいなとは、ね、大事な仕事ですよね。栗林幸さんね、って方が、うん、あの同人誌みたいに出されてて、うん、その中で、うん、あのこう本になかなかなってない、あのこう小説、短編小説とか、うんまあ、1作2作こう文芸誌にはもうプロとして1回こう出てるんだけど単行も出てないみたいな、はいはいはい、そういう状態の人たちを一緒に集めてみんなで雑誌を出すみたいな、うん、やってない、うんうん、非常にいい活動とか僕は喋ってますけど、うん、非常にいいね、うんうん、同人誌あったり、ああいう活動はね、もっと本当はこう出版社がやるべき仕事なんじゃないかみたいな、多分大手もできないと思うので、うん、むしろじゃあ小回りが利くところで、これぐらいの規模でなんとか、結構有名な書でもね、本になってないやつがこう宙ぶらりになってたりとか、あれ、あの村上春樹の壁と不確かな、うん、あれ浮いてたんですか。あれは中編だけど本になってないやつですよ。あ、じゃあ打ち出そうかな。あれは書き換えられてる。だけだね。大幅に今回、はい、いやでもね、はい、打診した編集者5万といると思う。春樹さんやりませんか。まあね、出てないのいっぱいあるでしょう。はい、それはいろんなところが、はい、はい、っていうことというわけで、前半ちょっと長くなっちゃいました、はい、田中さんがイライラし始めたので。はい、じゃあ前半は一回ここで終わりにして、はい、後半はですね、
川で消防士に叱られているシーカ探偵フラヌールを堀さんと読むという回にしたいと思います。はい、この後、1、2分の休憩挟んで、後半に移ります。はい。画面はこのまま？画面はこのまま。じゃあ音消して。一回音消します。はい、はい、武田帰ってきた。はい、はい、今音声つけました。ちょっとこれか。俺のジムのパーソナルトレーナーから最近サボってませんかってメール来ちゃったから。はい、サボっておりますが、はい、何か問題でもありますか。はい、はい、それじゃあですね、後半編いきます。じゃあ後半編はなんだっけ。文学100人空手のコーナーですね。はい、そういう名目なのか。はい、田中さんも加わりましたので、田中さんよろしくお願いします。はい、このコーナーは永瀬さんと一緒に現代文学の作家たちをバッタバッタと空手の技で倒していくという、ノリの読書会になっております。はい、今日読むのは、シーカ探偵フラヌール川で処方新社から来ている、この本です。はい、じゃあ、ね、先にね、じゃあ感想から聞いていきたいと思うんですけども、ううじゃあ武田さん。はい、難しいけど面白い。もう難しい。全部走ってきた。めっちゃ出してどういうかって言ったんで今強くて。あ、難しい。難しいけど面白いみたいな。うん、難しさが面白い、ね。うん、細かくあるんで。田中さん。この料理は好き。味付けは嫌い。この料理は好き。この料理カレー好きなんだけど、この味付けのカレーは嫌いみたいな。うん、そういうのに違い。うん。これさんは。僕は読書会みたいな小説だなと思った。すごくストレートに感じましたね。なんか一つの素材というか、一つの作品なり作家なりがいて、それに対して登場人物たちがやんややんや、言葉を挟んでる様がすごく面白かった。そうですね。ちょっとじゃあ先に、作品の中身を紹介すると、まあ、シーカ探偵フラヌールという形で、メリとジョン、ジョンで合ってますよね。メリとジョンっていう2人の、男女が、まあ、主人公なわけなんですけども、まあ、フラヌールって何かっていうと、ベンヤミンの概念ですね。まあ、有名な概念です。近代の、まあ、都市を、まあ、都市論の中で出てきた概念なんですけども、要するにその、まあ、散歩する、まあ、散歩、まあ、遊歩者ですよね。まあ、街を歩きながら、その都市を、こう、見つめていく。そんな、その、要するに、その散歩するっていう行為と、その都市っていうものをどういうふうに捉えるかっていうことが、そのフラヌールっていうことの概念の中で、ベンヤミンは考え、打ち出したわけなんですけども、つまり、まあ、まあ、散策者ですよね。散策する人っていうことが、このフラヌールっていうわけなんですが、まさしくその、ジョンとメリが、
こう散策しながら、まあ、いろんなところにこう足を運んで、でいろんな詩に出会っていくわけです。例えば萩原朔太郎だったり、ランボーだったり、あと誰がいました？エミリー・ディッキンソン。そうね、ディキンソンもいました。それから、最果て滝さんも出てきましたよね。まあ、本当に近現代の詩にこのジョンとメリーが、フラヌールしながらたくさん出会っていく。でそれもなんか結構ユニークな、まあ、ここでね、ゆるふわ小説、ゆるふわ探検散歩小説って書いてある、シーカをめぐるゆるふわ探検散歩小説って書いてあるけども、本当になんかすごくふわふわってふわふわっとこう散歩しながら、でなんかこうじゃあ今度ここ行ってみようよみたいな形で、例えばリンゴ料理、リンゴ食、んリンゴ料理、そうリンゴ料理、リンゴ料理食べてみようよみたいな感じで言ったら、それリンゴ料理屋さんじゃなくて古本屋さんで、そこで詩に出会う、リンゴ料理っていう名前の詩に出会うとか、あるいはその、なんかね、そのポエッティングスポットっていうその資料館のところに行って詩を一つ選ぶ、でそうすると1万円もらえるよっていうアルバイトに、アルバイトをやることになって、いろんな資料館に行ってそこで、いくつかの詩に出会っていくみたいな、でそのこう歩き方、その散歩の仕方もすごくこう緩やかなふわふわした感覚の、まあ堅苦しくない散歩なわけですよね。そういう散歩の中で、無数の詩に出会っていく。堅苦しい散歩って言って、堅苦しい散歩ある。散歩基本堅苦しいだろ。そうなの？だって大学の先生と一緒にちょっと田中君散歩に行かないかねって言われた時、堅苦しいからあるよ。地獄地獄、帰りてー帰りてーって。この坂はね、この坂はそうですか。だタモリさんの散歩俺堅苦しいと思うよ。はいはい、はい、確かにそうだよね。タモリさんの散歩はかなり堅苦しい。なるほどね。あれは散歩ブラタモリっていうギャンルだもん。うん、そうですね。行為タモリさんの喜びを分かち合うっていう。ブラタモリっていう。そういう新しいキリスト教の儀式。タモリの喜びを分かち合う。そうなんです。で、そういうところで例えばですよ。その一つ一つの詩に出会っていく、その出会い方も結構ユニークなんですよ。例えば、ランボーの小説に出会いましたと。で、ランボーの小説にはいくつかの、役のパターンがあると。で、ジョンとメリーが、いろんなね、役を手に取っていくんですけども、その中で、例えばね、これは小林秀雄役なんですよ。で、小林秀雄役の役、ランボーの役を取って、ランボーの詩の役を取って、また見つかった何が、永遠が、海と溶け合う太陽が。で、ジョンとメリーがね、こういう風に会話するんですね。海と溶け合う太陽になってるね。他の二つは太陽が溶けている海っていうような意味で、多数決でその方がきっと正確。多数決。てか、時代が後の方が、たくさんの人にたくさんの時間考えられてるでしょ？うん、なんだけど、ねえ、と、もう一度メリー。なんかこっちがいい？そうなんだ。印象くっきりっていうか、それと、何が、何、永遠が、ってとこも、切迫感あるってのかな？みたいな、なんていうのかな？この、で、堅苦しくないじゃん、これは。だって。この、なんつう、変に、この、なんか、批評的なジャーゴンをふんだんにこう入れて、なんかこう、近代的な想念に、こう、まみれたような解釈をするわけではないわけですよね。うん、いわゆる、そういう、こう、ね、ふわふわとした、この、ふわふわとした詩の解釈っていうフラヌールを、この中で、このジョンとメリーはしているわけで、で、それ自体も実は一つの批評性を帯びていたりはするわけです。で、なぜかというと、一番最後の方でですね、こういうこの、不白な感じっていうものをどういうふうに考えればいいかっていうことを、これは、最近ちょっとね、少子カンカン坊から出て話題になった、佐川、なんだっけ、佐川何さんでしたっけ、ちかさん、佐川ちかさん、佐川ちかさんの詩をめぐるフラヌールに出かけたときに、佐川ちかの詩について、評論を書いている、ある評論家、大島なんとかっていう、まあ、これ架空の人ですよね、架空の評論家に出会って、その人がこういうふうに言うわけですよ。深刻なこと、苦しいこと、辛いことを描くのも文学だ。だが、不白な表現も文学の価値に変わりはない。
ていうふうに言っているわけですね。で、これを、この一言っていうのは、この小説を、まあ、自己批評しているわけで、僕たちはさっきね、近代の堅苦しい散歩っていう話はしましたけども、どうしてもやっぱり文学の中の堅苦しさみたいなものにずっとこう、重きを置いて、こう、ずっと考えてきたところはあると。で、その中でやっぱその、腐白な部分っていうものをやっぱり見過ごしてきたんじゃないかっていうのが、実はこの小説の中の最大の、まあ、批評的な、テーゼでもあるわけですね。で、そういう腐白な部分で詩を捉えるって一体どういうことなのかってことをやったのが、僕はこのシーカ探偵フラヌールっていう、小説だと思います。そういうね、この一見ゆるふわで、なんかこう、軽快な、何かをこう、なんだろうな、すごくとても軽い一冊だとは思うんですよ。でもその軽さの中に重さがあるっていうか、っていうものなのかなって思うんですけども、どうですか？じゃあ、田中さんの、ここから、うん、まずね、まあいろいろあるんだけれども、まず僕こういうテーマの本ね、すごい好きなんですよ。うん、つまり、僕はこういう本だと思ったんですね。うん、その都市っていうものが今、うん、まあめっちゃつまんなくなってる。うん、都市がね、うん。で、僕の中で東京で一番つまんない街どこですかって聞かれたら、うん、まあ5秒で渋谷って答える。あ、渋谷がめちゃめちゃつまんなく見える僕には。うん、なぜなら僕は感性が死んでるから。うん、だ僕は感性が死んでるから。うん、でも僕が感性が死んでても、うん、なんていうかな、もし僕が感性が死んでなかったとしても、つまんない街なんじゃないかなって思うわけですよ。うん、で、それは何かっていうと、まあなんかそのこの中にね、ベアミの話出てくるけれども、そのソシュールが、その、言葉を整理するときに、その例えば海だったら海という記号と海というその意味がねがあると、でその関係性をシーニュというっていう話があるんだけれども、そのシーニュっていうのはその意味と記号の往復のこととも捉えることができるわけですよね。で渋谷見たときに僕はその往復がないように見えるんですよ今は。とにかく記号だけがある、まあ、あるいはとにかく事物だけがある。でそこに自分がこうシーニュというものを介して何かこう人間的な回路によって別の意味を見出す。記号から意味から記号を見出すってことができない街に僕には見える、うん、つまんねえじゃんって思うんですよ。でそこには何がないかというとやはり秘密がないということだと思うんですよね、うん、街に、うん、なるほど。っていうことは都市というものを、うん、シーカという秘密を通じて読み解いていくっていうこと自体は、うん、めっちゃいいと思う、うんうんうん、ただ僕の好みのその対話文じゃない、うん、なるほど。すごく白々しく見えてしまった、うん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 、つまり若者言葉っぽい記号とか、うん、昔のネットミームとか、うん、ツイッターミームとかが入ってるんだけれども、うん、それが、うん、まあありていに言えば、うん、ちょっと合わない、うんうん、なんか、うん、空転してるように見える、うん、僕にはね、うん、っていうところがなんか、うん、この料理は好きなんだけど、うん、そういう味付けだと小説じゃなくちゃ、うん、小説じゃなくてよくないってちょっと思っちゃった、うん、これが紹介文でいいんじゃないってちょっと思っちゃったんだよね、うんうん、いいところでいくと、うんうんね、まあ、シュペルビエルをね紹介してるんですよ、171ページね、うん、シュペルビエルっていうね、まあ、詩人っていうか、まあ、童話作家っていう方がいるんですけれども、まあ、ここのところでですね、まあ、これなんだっけ、ポーの詩を紹介した後に、うん、もうちょっと分かりやすくて不思議、ちょっと不思議、ごめん、もっと分かりやすくて、ちょっと不思議という詩はありませんかっていうところで、うん、堀口役のシュペルビエルを紹介してるんだけど、うん、まあ、まさにシュペルビエルの詩を、ちょっと分かりや、もっと分かりやすくて、ちょっと不思議という詩はありませんかって聞かれたら、僕も絶対シュペルビエルをあげるっていう、うん。そして、シュペルビエル、めっちゃいいんですよね、その、ふわふわ感がね。うんうん、だから僕は、この小説を読んで、ふわふわしたものが読みたいと、うん、切なさと可愛さみたいなものが含まれている社会への反骨心みたいなものがある作品を読みたいと思ったら、うん、シュペルビエルおすすめっていうのがいいところ、うん、いいよね、うん、個人的なね、うん、はい、と思いました。なので、うん、ここのテーマの一つになってる都市と商用っていうかね、その歩き回るっていうことが現代のすごく画一化したまあ、代理店的な押し付けがましい都市の作り方に対するカウンターの楽しみ方、うんうん、まあ、そんな代理店的なその、まあ、代理店僕嫌いなんですけど、だからこういう言い方してるんですが、代理店的な都市の作り方にもいいところはもちろんあると思うんですよ、うん、だけどそこを接するためにやはりそこには秘密があり、うん、まあまあですよね、その昔は渋谷といえばサブカルクソ野郎のサクラメントだったわけじゃないですか。渋谷に行こうっていうのは、キリスト教徒でいうところの、今日は霊祭をね、やりましょうとかね、そうそうそう、大事な儀式だったわけですよ。そのことを思い起こさせるようなね、態度っていうのが、この本の中で、こう、
推奨されてるんじゃないかと思って、それはいいと思う、こんな感じ、うんうん、高田さんはどうですか、うん、僕は詩のなんだろうな、こう紹介のこう小説物語の中にで新しい物語に開かれていくっていうのは僕もすごく、うん、僕は好きなので、うん、非常に面白くそこを読んでいて、うん、ただこう、最初チューニングが難しいと思った、うん、難しさっていうか、うんうん、田中さんのその文体の方に近いのかもしれないし、うん、ちょっと全然違うのかもしれないけど、うん、僕も最初こう読んでて、特、うん、に、なんだろう、まあ、僕が受け付けられてない気がした、最初、うん、ちょっと、うん。でもそれは読んでるうちに、今度田中さんとずれていくんだけど、うん、出てくるキーワードが僕には結構、なんかちょうどよく刺さってきたのはあって、うんうんうん、僕、明確に一番最初こうスイッチが入ったのはタモリクラブの話で出たとかあったね。うん、そうですね。うん、タモリクラブの話がバッて出てきて、まあ、タモリというものがみたいなことでこう、うん、今ちょっと茶化したような、うん、ちょっとこう、と言いながらもちょっと真面目なみたいなこう文章がバッて挟まれるんですけど、うん、そこになんか、あ、なるほど、そういう路線で行くのかって言って、そこから結構グッと入って読んでいて、うん、で、ある時、なんかこう、なんかこう、ちょっと読みづらいというか、うん、変わった字の文で書いてるじゃないですか。うん、リズム感というか、うん、まあ、詩のようなリズムでこう全体で書かれてて、ちょっと声出し読んでみたら、読みやすくなったんですよね。頭の中で発音してるときに結構あんまりこう読みづらさを感じて進まなかったんですけど、ちょっとこう朗読というかこう詰まりそうなところをポロポロってこう喋ってみると、その進んでいくっていう感じ、まあポエトリーリーディングじゃないですけど、最近のそういうこう音で文章を読む、表現するとか読むっていうのに、なんか非常にこう、多分なんかそれを意識して書かれてるのかな、みたいなようなイメージで、こう、その辺から掴み始めてなんか読むのが楽しくなってったっていう感じがしましたね。なんかあんまり今まで僕が読んでる中で、最初に文体とかあんまうまくつかめないと、うん、僕はあんまり好き嫌いで読み、なんか最後まで読まないってことないんですよ。うん、面白くないなって思いながらも最後まで読むって、なんか怖い、うん、脅迫観念で、途中でもやめれないみたいな、あるんで、やめないんですけど、で、大体途中で変わらないですよね、感覚が。うんうん、でもこれはなんか非常にその途中で自分の中のこう自分の会話というか、うん、が、なんかこうできていくような感じで、うんうん、自分の中で変化が起こって、あ、こうやって読めば読めるんだ、みたいなことが分かったっていうのが面白かったですね。うん、ただ、こう読んでやっぱ思ったのは、なんだっけ、僕の、もう名前出てこないの、おじいさんになっちゃうし。何ですか斉藤凛さんっていう詩人の方が出してる、うん、ずっと自動小説っていうんですか、うん、のやつで、詩を紹介する詩があるんですよね。うん、それは物語調になっていて、向こうにあるなと思ってきますけども、うん、学校で小、うん、子供が学校で習った言葉に対し、言葉とか詩に対して、それを、うん、新しい、うん、それの解釈とか、新しい詩を紹介するみたいな形で、こう、一緒に言葉考えてみようよっていう小説があって、あの小説僕すごい好きで、うん、こう物語の中で、一緒にこう、まあ、読書会するじゃないけど、うん、次の物語は言葉を考えるっていう仕組み。うんっていうのはなんかこう体験的な読書ができていいなと思って、うん、それに近いそれにとなんか同じような効果を感じて、うん、それの大人版みたいな感じで僕は受けました。堀、うんうん、さんはどうですか？そうですね。まず文体に関しては、うん、なんていうんだろう、一見軽い感じでわざと書いてるって受け取れることもできるんだけど、うん、単純に個人的な好みに合ったっていうレベルの話かもしれないけど、そんなになんていうんだろう、うん、わざとらしくポップにしてます感はなくって、うん、じゃあなんだろう、今自分がそういった時にもっとすごくポップでも読みにくくて苦手なやつ、文章あったよなって思って、それが具体的にね何なのか今浮かんではいないんだけど、そういうものに比べると、うん、なんだろう、別にこう目くじら立てずに、確かにこう軽い調子で書かれてはいるけど、うん、文体としてはまあ、うん、しっかりしてるというか、うん、そんなにゆるふわではないよなと思いながら読めたから、文体は気にならなかったのと、うん、まあ、あとはやっぱ要所要所出してくる固有名詞がずるいというか、うん、そうですね、うん、これは太郎もそうだし、この春陽堂書店から出てるこの萩原作太郎大全は、これは堀さんが最後に去年最後ですね、最後に近かったっていう本も出してるので、まあ、作太郎出てきて引き込まれたりとか、クトゥルとかもぶち込んできてみたり、うん、ランプが出てきたりっていうので、うん、なんかこう いちいちなんかもう一歩こう、ま、前に身寄り乗り出しちゃうみたいな、うんうん、感覚で読んだのは。でもあとはそのベンヤミンで言うと、僕もそんなに詳しく知ってるわけじゃないけど、多分パサージュにしてもフラヌールにしても、いわゆる商店街というか お店みたいな通りの中で、
いろんなウィンドウショッピングするじゃないけど、うん、そういう感覚の言葉だと思うので、うん、なんかそういう感覚でこうフラフラ歩いて街の中でシーカーを見つけるみたいな行為をしたかったってことは、まあ、ある種寺山修司っぽいというか、うん、なんかそういうところのつながりも感じさせられた、うん、あとあの乱暴のところで特に思ったけど、多分なんだろう、乱暴のまた見つかった何がさ永遠太陽にとろける海さって、このセリフってやっぱりすごく有名なセリフなんだけど、僕がこの言葉に初めて出会ったのって多分小学校ぐらいの時に母親に無理やり連れて行かれた唐十郎の赤テントって演劇を見に行った時に新宿のに使われてたんですよ、これ。それがね、その時だったのか、もう少し大人になってから、唐十郎を見た時に出たのか、ちょっと曖昧なんだけど、その時に、もう、なんていうんだろうな、冗談みたいな場面。今そのセリフ言う必要ないのに、大人4人が声を合わせて、見えた何が永遠がってこうニヤニヤしながら、何度も舞台を往復して、こっちで言っては反対で言ってみたいなのを繰り返すみたいな場面で、で、何が言いたいかっていうと、なんていうんだろう、こう文学ってものすごく、じゃあこの永遠とは何なのかって、すごく真面目に考えるっていう楽しみ方だけじゃなくって、なんかよくわかんないけど、つっつい言いたくなるとか、なんかよくわかんないけど、その日常的なもう生活の中でその言葉を使っちゃうみたいな、もう少しこうフランクで気軽なものだったんじゃないかなっていうのを、なんか改めてこれ読んで思わされたところは、いやだから僕は田中さんが言ってることっていうのは、うん、分かるんですよ、うんうん、僕もこれ最初読んでるうちにやっぱり読みながらやっぱり結構つまずくんですよ、うん、こう早く読めるかなと思うんだけど、逆にその慣れない文体だから、うんうんうんみたいな感じで結構つまずくんですけど、でもそのうちにまあそれがだんだん身体化されていく感覚が僕はあったわけですね、うんうんうん、でやっぱそれをやっぱ今田中さんのお話聞いて、で俺もやっぱそう感じたなっていう感じとかを考えながら、やっぱでもじゃあなんで僕らはこれにつまずくんだろうっていうか、うん、つまり何かしらの僕らの中には伝統が身体化されちゃってるわけじゃん。でそれはさっきの堅苦しさで言うと、近代以後の堅苦しい何かが自分たちの身体としてこう身についちゃってるから、だからこういう不白な文体を目にすると最初こうつまずかざるを得ないって、これ自体が何かに僕らが囚われてる証拠なんじゃないかなとは思うんですよ。でそのフラヌールっていう言葉あるでしょ。で日本って近代以前って散歩っていう概念ってなかったらしいのね、うん、そうで、つまりなんでかっていうと、やっぱその江戸とかってその一人でブラブラ歩くと、なお前何してんだみたいな、切るぞみたいな、男の人が一人でねブラブラ歩いてると切るぞみたいなことになっちゃうわけでしょ。だからそうするとやっぱり近代以後に西洋から輸入されてきた概念で、そうするその時に初めてその都市を一人で歩くっていうことが概念として身体化されたわけなんですよ。でそういうそのでも僕たちはこのような不白なフラルーヌルを前にするとつまずくっていうことは、僕たちはまだまだ囚われてるんだなっていう感じ。だからこれをフラヌールできる何かを僕たちは持ってなかったっていうふうに感じたかなっていう、あれかな。でも、ね、あとね、この作品僕がね、好きなところは、詩をまあ紹介していくんだけど、ちゃんと詩の本の質量、例えばさっきのシュペルビエルだったら、今度は左側の書棚からシュペルビエル賞、堀口大学役という本を取り出したと。表紙にはうっすらペガサスが半身を乗り出して球体のようなものに前足をかけている。これは重く黒い日向さんの逆で軽くてパステルカラーで優美の一冊だったっていう、この、本の物質的な部分っていうのをすごく出しているわけですよね。これもやっぱいいなと思って、その詩の質量っていうか、そういったものから味わっていく感覚っていうのはやっぱ大事なわけじゃない。本を読むってやっぱそういうことだから。そういう、そのね、味わい方っていうのはすごく、僕は好き。さっき堀さんが話してた、うん、もっとこう昔は気軽だったっていうか、その文学と、その生活が。それは僕もすごく感じてて、だからなんかもっとある意味こうバカにしていいよっていうか、雑に扱っていいよっていうのを体現的にやってるのは面白かったですね、うん、その会話の中で、うん、ちょくるというか、
まあ、うん、それは非常に僕も言うので面白かった。うん、あとそう例えば、作太郎にしても、まあ、よく言われるエピソードだけど、まあ、手話いいかもしれないけど、あいつご飯ポロポロこぼしながら食うんだぜ、みたいなエピソードを入れるとか、なんかこう、必要以上にカノンにしないというか、特に今、シーカってそうな、なりがちな気もしていて、敷居がどんどん高くなっちゃって、入り口はどんどんなくなっていく感じはありますよね、そうなっちゃうと。それを、本来は崩していくとかが大事なんじゃないかなっていうのは、なんかアンチテーゼなのか、そういう、こう、批評的に書かれてるのかとね。これ、シーカ探偵なの？シーカ探偵じゃないですか。探偵感あるの？ああ。そうですね。この子全体に。まあ、僕ね、そこの梯子外しだけはちょっと許せなかった。確かに。っていうのは、単に、それがね、めちゃくちゃ悪いっていう印象じゃなくて、僕は、その前の日ですよ。これを読む前の日。ネットフリックスのナイブズアウトっていう、嘘面白い探偵映画を見てたんですよ。ナイブズアウト。ナイブズアウト。ナイフ、ナイブズね。ナイブズアウト。で、今日がこう離れていく。ナイブズアウトって、めっちゃいい推理映画見たと思って、で、探偵とか。兄は長瀬さん、本当に仮面を出演してた長瀬さん。それでね、この流れ読んだんだよね。そしたら、ミステリーの中で、ね、見たい読みたいと。二足発信しちゃったみたいな感じになって。っていう、その、あれです。シーカ探偵だけが僕はちょっと不満。正確に言うと、ブラシーカ・フラヌールだ。ブラシーカ・フラヌールだった。なんかよかった。はい。というわけで、ね、あ、いいでしょ。チーカワが好きな人、好きなのかもって思う。直感。ちいかわ、ウェブ漫画のさ、ちいかわってあるじゃん。かわいい不穏漫画でもね。が好きな人におすすめです。なるほど。さっきネットミームとか言ってたけど、そのあたり僕多分気づけてないから、そういうのがどこなのかっていうのは、せいぜいバルタン星人の真似で笑ってるぐらいだから。皆さんね、そんな感じですかね、長瀬さん。はい、というわけで、今日紹介したのは、河田処方新社からシーカ探偵フラヌールでした。はい、じゃあエンディング。エンディングだ、お前ら。じゃあ、俺から行くぜ。何締めの宣伝のコーナーです。はい。なるほどね。言葉っていうですね、集英社員から出ている機関誌に、が今回、カズオ・イシグロ特集をしています。このカズオ・イシグロ特集ね、結構ラインナップがすごいんですけれども、この中でですね、なんと。なんと、古川秀夫さんのインタビューが載っています。で、この古川秀夫さんのインタビューをしたのは、なんと、古川秀夫さんです。誰だ TOKIO の僕です。TOKIO の長谷さん。ちょっと今ページ出てこないんですけども、皆さん買ってくるな、これだな。これ。はい、古川さん。おーい。古川さんの、インタビュー載ってますんで、ぜひ、読んでください。このね、古川さんの、カズオ・イシグロ、なんで古川さんにカズオ・イシグロ聞いてるかっていうと、古川さんの文庫版の、私たち、カズオ・イシグロの文庫版で、私たちが孤児だった頃っていうのがあるんですよ。で、ここの解説を古川さん書いてて、これがね、もう素晴らしいんですよ。で、ちょっと話聞こうと思って、聞いたわけです。はい。って感じ。ホリさんの宣伝を最後にして。もう一回、せっかくなんで、ホリの。はいはい。改めまして、図書出版右側の、最初の一冊目、世界を文学でどう描けるか。今、書店の店頭にも並んでますし、ウェブの書店でも購入できますので、見かけましたらお手に取っていただければと思います。あとは、今月末、ちょっと情報公開明日以降になっちゃうんですけれども、今月末にまた、トークイベントというか、対談イベントを2つほど企画していますので、また、情報公開もします。黒川さんですね。で、あと、今月頭にやった、池澤夏樹さんと黒川翔さんの対談は今、オンラインで、アーカイブ配信してますので、そちらもぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。僕らも黒川さんと対談したいね。とかね、偉くなったらね、しかしたいね。あと、あれですか、堀さんの情報を、いや、知りたいなって人、どこ見たらいいわけですか、最新情報。最新情報、もう一通りホームページで2週間に1回ぐらいのペースでブログやってるのと、あとツイッター、だと昔からも本当に普通に本名でやってる Facebook とかもあるので探してみていただければと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。情報をねチェックしていただいて、はい、あとすみません、3月の末、今月末に2冊目、原爆写真を追うっていう本も刊行します。
これは広島長崎の被爆直後の広島長崎に入って現地の写真を撮ったカメラマンの写真と、あと生涯を紹介するような一冊になってますので、そちらもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。軽く、はい、さっき言わなかったのは、僕が指をパチンと鳴らして君が大人になる前の刺繍。うーん、でこれ続編というか、まあ同じテイストでですね、ポエトリードックスっていう、こっちはその子供と大人が、近所のおじさんと子供が謎の交流をしながら詩のお話をしていく、結構素敵な話で、これはあのバーで詩をお出ししているっていうバーの設定では詩を紹介していくっていう、うん、このおすすめ、受けてもらうっていう、はい、であとお店の宣伝としては、あの同人誌とかリトルプレスを作ったり売ったりするときに、なんとあの非常に役に立つガイドブックとして2人のアフタースクールというね本を第4度から出しています。小説家 の太田康久さんと作家で編集者の友田孫さんの、まあ、対談集なんで非常に読みやすい。あとライターの宮崎智之さんと山本ポテルさんの2人の共著で、言葉だけの地図と、これは本屋さんまでの道のりを文章だけでもうこと、地図としてこう表した、あのちょっと面白ちっちゃい本ですであとこちらですよ、速記者の女性の、速記者の96歳の今女性に話を僕が聞いて、文字起こしして、非常に短い20ページぐらいしかない冊子なんですけども、150部ぐらい限定で今出してまして、残りあと30冊ぐらいかなだと思うんで、買ってください。以上、はい、そんな感じで大丈夫ですか、はい、はい、じゃあ今月はこれで終わります。来月は村上春樹を、村谷村月、それはこの中で出てくるんですね、こっちこっち村上春樹の新刊を来月は1週間で読むという1週間で読むという YouTube ページ数、はい、余裕だよね。1200枚ぐらいは出てる、ね。670って書いてある。うん、ページ ?170 ページ。もう全然。原稿1200枚って書いてあった。そう、うん。はい、というわけでよろしくお願いします。はい、それじゃあ、ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。